おお、ハンバーグマンって体当たりできんのか。お、すごいすごい。めっちゃグニョングニョン動くね、本当に今。気持ち悪いな、お前。おお、半分だからすごいグネグネになる。おお、これは半分マングネグネダンス。こいつは踊り子だぜ。違う違う、俺はそういうことをしに来たんじゃないんだよ。でっけえ木の根っこだな、これ。倒れちゃってるけど、こんな木なんてあったっけっていう、あったか。あったね。倒せない、切り倒せないけど、そういうやつあったわ、それも。ここにも木のやつがある。新しいオブジェクトとして増えてんのか。これをなんとか、なんかあったら、こうできるみたいなのは特別ないか。この上に行ったら、ちょっと中にハートの器があるとか、そんなノリはダメか。軍人もいっぱいいる。まあ、みんな殺してやればいい。やべ、スタミナねー。あ、死んだか？死んだか。目が完全に生きよるな。一人倒したらもうみんなどっか行っちゃうんだけど。悲しいわ。寂しいわ。ねえ、まだ3人もいたのにね。4対1なのに逃げていくとか。マジチキン。ポーン。なんか、サメさんがちょっと変更あったらしいんだけど、よくわかんねえな。おお、あれ？刀でも切れるようになってる。仕様変わったのかな？サメさんが変わったっていうのは生きてるサメの方なのかね。おお、ほうほう、跳ねるね、サメさん。なんとなくこう、わーわー、あー、おー。なんとなくサメさんをバラバラにしただけなんだけど。どっかリアルザメにでも会いに行くか？リアルサメさん、あっちにもいるかもしれないけど、ちょっとこっち側の方行ってみるか。あえて。おお、まさかの三つ子ザメ。お前ら今までダブルの分身をやってきたけど、とうとうトリプルやってきた。やべえな。そんなに念能力高まっちゃった。やべえな、お前。これやべえぞ。三首取れるやんけ。えいや、そーら。はい、そーら。まあ、これ、振り切ったところでね、別に持って帰る気さらさらないんですけどね。お、なんでそこに固まるの？どういうこと？これ、怖え。なんかそういう魔物みたい。やべえな、これ。ちょっと私もドン引きだわ。でも、このこっち側はツルツルで、なんか触り心地良さそうなんだよね。ちょっともうサメが怖すぎなんだけど。お前もトリプルする？ああ、お前もトリプルするんだ。え、ここのサメって何なん？あ、お前はダブルなんかい。お前らもトリプルするの？一体どういうことなんだ？ここのサメの生態はどうなってるんだ？死んだら増えるのか？死んでも増えますみたいな。おサメ頭三兄弟サメ。ちょっと待って、これほんともうどういうことや。まあそうか。ここで一体で固まってるところを、で、頭取っても、ここにまた位置情報が戻るんだけど、そしたらこう綺麗に積み重なっちゃうのか。ちょっとこれはワロスだわ。この後だったら、君たち2匹分のやつだったら全然インパクトのかけらもなさそうだけどな。まあ、一応やるだけやっておくか。ね、一種のサメさんエフィジーですよ。おお、できたできた。なんだこの光景。これサムネにしようね、サムネに。ね、これちゃんとできるように、こう、綺麗な位置で撮っておく。よし。もういいや。とりあえず満足した。いや、違うんだよ。本当俺、生きたサメさんの方に会いに来たんだよ。生きたサメさんなんか変わったのかな。はい、どうも皆さん、こんにちは。ってわけでね、バージョン0.36が来ました。ってことで、36は何が来たかっていうと、物が来たというよりもね、またグローリーホール、公式でいうところのシンクホールっていうんだけど、そこがもうちょっとね、こう、解禁されてきたっぽいっていうんで、ちょっとそこを見てみようかなってわけで、早速、コンティニュー。よし、とりあえず。
パッと見建物とかは OK かな。OK かな。何だったっけな。ふぅ。んでもって。そうだな。あとちょっとこう、クラフト関連でなんか少し増えたみたいな感じに書いてあったけど。どれのことだろう。なんか、建物建造系のやつだったっぽい気がするんですけども。これじゃない、これじゃない。はい、というわけでね、グローリーホールに私やってきましたが、ああ、なんかあれ道っぽくなってる、気のせいか。そう、前までここはさ、ほら、あの、壁が、見えない壁があって落ちませんだったんだけど、今はもう落ちれるようになったみたいです。で、まあ当然ね、飛び降りてしまえば死ぬんですけど、まあとりあえずさっきすぐそこの簡易テントでセーブしてきたんで、まあ一回ちょっと飛んでみようかな。どんな感じかねっていうね。ヒャッホー。お、ほんまやほんまや、壁がない。おーほほー。おー、な、この落ちてくる躍動感が半端ない。おー、あ、なんか穴がある。うっしゃ。え？え？俺、生きてる？あ、そうか。武器を振りかぶったことによって抵抗値を減らしたみたいな、そういうなばかな。おー、やばい、あそこに力士マンがいる。力士マン二人おるやんけ。で、普通の原住民っぽいのが向こうに。え？待って、サム当たり前に俺を着地しちゃったんだけど、これいいの？ありなの？よしなの？まあ、いいか。うぅ。いっぱいいるなぁ。やべえ。超いる。化け物勢と普通の原住民とむちゃくちゃいるんだけど。これは気をつけないと、取り囲まれてやられますね。さすがグローリーホールだぜ。え、待って、ジャンプしたら死ぬんだったんだよね。落ちたら死に、死にますよみたいな風に書いてあったから俺飛び降りたんだけど。おお。あ、目のマーク消えたから見つかってはないか。あ、見つかったか。本来だったら多分あそこの道とかから来るはずだったんだけど、めちゃくちゃショートカットしちゃったの俺。さて、ここに何か秘密があるんだろうか。わー、原住民が来た。あ、あっち行っちゃった。ちょっと矢を使ってみるか。ここから仕留めてやるぜごっこしてみる。おお、来た来た来た。来たけど、登れんの原住民は。この岩場にそもそも。ここから一方的に弓地区できんじゃないの？弓が、矢があるはずだけど。おお、なんだそのローリング。ローリングじゃねえ、ローリング。めっちゃローリングサンダーで避けようとするね。まあ、あの程度の原住民たちだったら、これ多分スキニー系だし、普通に攻撃したらやれそうなもんだけど。おお、避けるローリングかよ、お前、ダクソか。おお、やべえな。避けるっていう能力を得てしまったのか。前みたいにファイヤーアローするにはなんか、特殊にクラフティングしなきゃいけないんだけど、こんな感じで。これの使い道がいまいちわかんないんだよね。これでこう思った、あ、違う違う。こうで、こう。これでまだ使えないよね。よくわかんないな。もう一回。うわっ！やっぱ避ける。ダメじゃん。ギャガヤもうますます使えない子になってきてるじゃん。はーん。これまだ弾残ってる？なんか残ってなさそうだけど。耐えるのかな？あ。うん？なんか変な音はする。プスンプスンとは言う。とりあえず、これで。あ、違う違う。これで持って。はい、つける。おお。てか思ったけど、これ普通に、瓶投げりゃいいじゃん。あと、これで持って。で、つけて。よーし。あれ？あれが出てこない。なんか投げる位置のやつが出てこない。ほら。燃えろ燃えろ。あのおデブちゃんはまだ俺に気づいてないのか。のしのし歩いてるな。それ。おーおーおーおお。熱そう熱そう。いいね、一方的にこう、焼かれる恐怖をこいつらに教えていくスタイル。まあでもな、最近ちょっと焼いたくらいで死なねえんだよな。瓶にも限りがあるからな。どこまでやれるか。あ、そうか、爆弾作ろう。爆弾
爆弾台でも結構あるからね。頭があったら頭ボムできたんだけど、よし、これでちょっと一掃してみよう。これさあどうだ、いけあれなんかしょぼいあれなんか爆発今しょぼくなかった、なんかポフンだったんだけど、まあ原住民一人消しとんだけど、あれこんなんだったっけ。あ、違う、基盤、はい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 、おーおーおお、突っ込んでる突っ込んでる、ワンチャンあいつね、ジャンプでこっち来そうで怖い感がある。おー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 おお、びっくりした、おデブちゃんワンチャンやばいからな。あれ爆弾どうなった、なんか爆弾しょぼくなったな、こんなしょぼい子だった。そして完全に武器がなくなってきてしまった。ほらよ、この R って何、あーなるほど、これでファイヤーアローにできるのか。おーなるほど、 R で切り替えだったんだね。なんかあいつめちゃくちゃ魔界になったで、ゆでだこになっちゃった。ほら、お、すげえ燃やせた。なるほど、今ファイヤーアローはこんな感じになってんだな。あいつは死にそうだな、あ、死んだいいね、矢はあれだな、普通の原住民だとちょっとこうしょぼくなっちゃったけど、まだまだデカブツには当たる感じ。あ、めちゃくちゃ赤い、もうなんかもう気持ち悪い、なんか矢と弾かれなかった、こいつ AT フィールド持ちだな。さてどうしたもんか。はいはいはい、ここで一方的に焼いていくのはいいんだけど、時間がやたらかかるねっていう。ほら、お、いいね、一気に焼けた、あっちーあっちー、しょうがない、もう普通に殺すか。うおー、爆発した、え、なんでなんでなんで爆発した急に。あ、死んだ死んだ、オッケーオッケー、焼け死んだ、なんでこっち急にバラバラになったんだろう、コーンフレークみたいになった。ほれほれ、どうしたどうした、うん、一方的に切られる、お、痛さと怖さを教えてやろうか。おん、あ、すいませんすいません、やめてください。ほらほら、よし倒した、うん、うわー、こいつ赤いと気持ち悪いな、うえー、ドゥルーン。こことかさ、なんか穴あったっぽい気がしたんだけど、気のせい。グローリーホールのほらほらほら、穴がある、穴があったら入りたいとはよく言ったものですけども、これどこがどういう入り口になってんだろうね。ちょっといろいろとワクワクが止まらないっちゃ止まらないけど、てかね、もう一個ね、向こう側にさ、道があったんだったの。あそこ側をちょっと見てみよう。そしたら、本来の正規ルートは、俺の予想だとあっちから来てって感じなんじゃねえかなっていうね。そう、俺はうん、ちょっと、ね、スーパー主人公能力使っちゃって一気に降りてきちゃったけど。あ、何これ、なんか、ん？あ！何この扉。え？なんかすごい、原住民が作ったとは思えないような、人工物のような扉が、なんだこら、しかもこれ鎖あるし、ね、何これ、え、何これ、え、え、 C ってある、え、あ、武器が置けるってこと、置いちゃダメだよ、置いちゃダメだよ、ちょ、俺の刀返して、刀返して、びっくりした、何このウェポンラック、え、どういうこと、話が見えてこない。あ、こっち進める。あー、しゃがんで。いい。くっそ狭い。Use lighter。暗い。おー。暗いね。ごめんね、みんな。ちょっと見えないね。そうね、洞窟界はね、暗いからね、結構不評なんだけどね、ごめんね。俺もさ、探求したいのよ。昔はちっちゃい頃はインディ・ジョーンズに憧れてたぐらいだからね、ちょっと冒険心くすぐられちゃうのよ。おお、新しい、んー、どうなんだろう、こっち側から来るのか、それとも今俺は先に進めているのか、どっちなんだろう。しかもこのちょうどここ通ってくださいって言わんばかりのこのルートよ。暗いなー、うわ、これ落ちたらやばそうだな。下水だから死にはしないだろうけど、うわー、なんだこれ、あー、なんだ、骨のあれか、骨ランプか、骨ランプなんて今時珍しくないからね、今時渋谷の人みんな骨ランプだよ。で、
あそこにロープとかがちらっと見えるから下には降りれるっぽいけど、完全にダンジョンやな。ダンジョンマスターだわ。あ、向こうにちょっとライトが見える気がする。うわ、なんかここ、おー、ウニョンウニョン、なんかやばい、ここ目がおかしくなりそう。完全に多分グラフィックがおかしいだけなんだろうけど、多分仕様ではない。あー、またあの扉がある。これなんだよ、前衛的。おー、ガチャポン。あ、どうも原住民さん。なんだ、原住民の食堂だったか。ほーら、明るくなったろ。こんな暗いところで食事してたらあかんぞ。性格まで暗くなってしまうぞ。な、落ち着けな。よし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 。お前たちの使命は光源になることだ。しかもこいつら最近なんかローリングしてくるな。無駄に死なないっていうね。くそ、うぜえな。ちょっと待ってよ。もううざい。あー、もううざったーい。あー、痛い痛い痛い、ごめんごめんごめんって。あ、なんか死んでる。燃えなさーい。おお、そのどっちやめろ。急に回避能力身につけんな。味方になったかこいつ。あ、ほんと避けるこいつ先生。へい、ああ、分かった分かった。まあ、もしね。おお、わあ、ベイビー、うわ、うおお、ベイビーがめちゃくちゃいる。おお、ここまでいるときめえわ。あ、しまった、消えちゃった。やばい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 、こんなにベイビーに来られるとさすがにきつい、きついものがある、きついものがある。きえきえ、しかもちょっとなんかベイビーいっぱい来るとちょっとパーツが重くなるし、こういう時はフレアで炊いて、フレアで炊いて、よし、オッケー。明るくしたところを刀で切りまくるぜ。うお、ベイビーそこに乗っちゃダメよ、ダメダメよ。あー、もう邪魔、このベイビーのもめ、死ね。うおー、もう体がビクってなる。ひぃ、あ、散っちゃったんだベイビー。もういいや、どっか行っちゃってた。ベイビー地味に行ってんだよな。おっおっ、どこ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 、どのベイビーが生きとってどのベイビーが死んでるかよくわからん。うーわ、やべえ、うわー、死ね。向こうにガオンガオンって声がするから、きっとなんかあのデカブツ系がどれかいるはずなんだけど、ん？なんかめちゃくちゃ音がしてやばい気がします。おおおお、びっくりした。おいおい、つけよ、ついた。こいつがやっぱ産んでんのかな、なんかそういう仕様になった気がする。おおおお、熱いのでパニックになるのはわかるけど、しまった、ベイビーレンズ固く食らった。まずい、見えん見えん見えん、何も見えん、希望も。やばかったやばかった、死ぬかと思った。ベイビーレンズ固く食らってしまうだ。多段ヒットはあかん、うるせえバカ。もう一回燃えろしね。うぅ、ちょっと待って、うぅ、元を立たなきゃ多分ベイビーがずっと出てくる気がするんだよな。うおう、これで叩きたいけど、そしたらまた火つけなきゃいけなくなっちゃうから、とりあえずこいつ早く死んでくんねえかな。おーし、おい、このおほほほ、この攻撃だけちょっと微妙なんだよな、心もたないんだよな。また出た、ウェポンラック。うっ、やばい、うお、やべえ、やぶねえやぶねえやぶねえ。くそ、ちょっとごめん、ちょっとごめん、みんなしばらくちょっと暗いけど、俺はちょっと見えてるんだ。よし、倒した、やった。よし、バッタバッタとベイビーを見てよ。あ、この穴かな。うん、通れないんですけど。通れないんですけど。え、どうすんのこれ。これ通れないんだけど、しゃがんでもいけないし。本当あれかな、爆弾がないといけなかった的なサムティング。やべ、いけねえ。さて、暗くなってしまいましたけども、ちょっとこの下潜ってってみるか。ここなんかあるんだよね、洞窟的に。
あ、ダメだ、めちゃくちゃ見えねえ、めちゃくちゃ見えねえ、めちゃくちゃ見えねえ、ちょっと待って、わからなくなった。暗い暗い。あれ、つかかえた、これ。やばい、見えん、見えん、見えん。おぉ、ちょっと待って、これ死ぬんじゃねえ、やべえ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 。ちょ、お、おま、これ。うぐご、おごご、おごご。ちょ、上がれない、上がれない、上がれない、上が、上が。どうだったこれ。あ、死んだ。ああ、あ、主人公の姿初めて見た。ああ、死んでしまった。もう一回ジャンプしていけるかな。スムソン